お兄さん、行って最後までやってくるよ。はい、よろしくお願いします。はい、行きます。練馬区議会議員の富田健二です。原田健介、若い力で頑張ってください。地元岡山に戻り、政治の世界に飛び込んで2年半、これまでの政治が本当に一人一人の皆さんの生活と向き合えているのか、向き合えてないんじゃないか、皆さんの将来のことを本当に考えた政治になっているんだろうかと、いや、なってないなと。このままの政治で私自身の、そして皆さんの、そして愛する地元岡山の未来をどん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 奪わせるわけにはいかないんだと、その思いで選挙に立候補をして、今日から後半戦になります。私原田健介、改めて思うのは、政治には大きな大きな力があるということ、特にこの新型コロナウイルスの危機の中で、感染対策、良くも悪くも政治の大きな力を感じています。私原田健介、でもせっかくのこの政治の力を、一部の誰かのためじゃなくて、一部の地域のためじゃなくて、一人一人の皆さんの生活のため、これからのために政治の大きな力を使う、そのためにこの岡山から停滞している政治を変えていく、その思いで立候補をしております。働く皆さんがこの10年間で1割も賃金が下がっている、なぜか一部の人たちのところに豊かさがぐっと偏ってしまっている今の現状も変えよう。税金の在り方、働き方の在り方、私原田健介、皆さんの豊かさのために変えていきます。人生100年時代、100年時代言うのはいいけど、その人生100年時代にちゃんと政治は責任を持っているのか、どうも耳障りのいい話だけをやって、ごまかしてごまかして、でも気づいたら皆さんの年金下がってないか、この状況をしっかりと向き合って、社会保障の在り方、年金の在り方、しっかりと今の現実に合わせた議論を行っていく。私衆議院候補の35歳、原田健介に、ぜひともあなたの大切な一票、温かい一票を託してください。変コロナ禍の中で本当に先の見えない時期が続いて、そして今日この雨の寒い、なかなか外に出るのもちょっと億劫かなと思う日の中でも、こんなにも多くのよしと、社会を変えようと、よしと、どうなるかわからんけど原田健介35歳、その姿を見てやろうと、そういう思いを持って集まってきてくださった全ての皆さんに、まず感謝を述べさせてくださいませ。ください。ありがとうございます。原田健介です。